こんにちは、青ライトです。ファイナルファンタジーレジェンズ時の水晶実況続きやっていきたいと思います。その前にね、ご無沙汰してました。ちょっといろいろね、市場で忙しかったので動画上げられませんでしたが、まあ、今回からちょこちょこまた上げていきたいと思います。で、今回はカビャッコ軍都に行くんですよね。ノームがいるんだっけかな、確か。じゃあ行ってみましょう。スタート。お、すごい陽気な音楽。じゃあ行きましょう。アジマの玄関口。やっと着いたぜ。ここが東の大陸、アジマの玄関口、港の町、キャビャッコだ。噛んだ、早速噛んだ。リーグ、さっきから誰かに見られてる気がするんだけど。さっきからじゃない、ずいぶん前からだ。ん？あ、誰かいた。おっと、逃がさないぜ。全然気づかなかった。あいつは誰なんだ。謎の影、東の大陸に渡った友達、そこにつきまとう黒い影の正体とは。さあ行きましょう。で、どこに行くんだ。お、カビャッコの丘に行きましょう。じゃあ行きますよ。謎の影スタート。はい、ということでパーティーを選びました。行きましょう。あ、いきなりバトル。あ、さっきなんかチラッと見えなかった。チラッと出たよね、今ね。そしてなんだこの巨大蝶。いきましょう。ちなみにですけど、このあ、間違った。休んでる間もう少しずつやってました。で、まああんまり強くなりすぎてガンガン進みすぎるのもあれかなと思ったので、ちょっとレベルは抑えめにやってますと。で、まあなんかイベントっていうか報酬でね、ストライク3をゲットできたので、今ちょっとリーグとトゥモローにつけてますと。で、なんかまた後ろにいたよね。で、ストライク3が意外に強いんだよね。やってみましょう。見てて、ほら743、結構強いよね。で、まあね、ただストライク3がどうしても MP を使いすぎちゃうので、あんまり使わないようにはしていますと。さあ行こう。お、いいんじゃない。全体攻撃の魔法欲しいですよね。今んとこ持ってるのがまだ単体攻撃ばっかりなので、そこがね、どうしてもまだ進めないって感じですね。さあ次、あ、キャラ意味ない。で、結構トゥモロもあれなんですね、打撃系より魔法系を重視してるので。あ、間違った。魔法系あんまり使わないんです。打撃系をあんまり装備させてないっていう感じですね。ただできればあれですね、自分のところではエモを打撃系じゃなくて魔法系メインにして、で、どっちかっていうとトゥモロとリーグは物理攻撃の召喚のね、あれでまとめていきたいですね、召喚石で。さあファイアベルス、結構ねこれがいい感じに使いやすいんですよね。よし、いいぞ。次、さあ、で、そろそろ少女に出会えるんじゃない。ほら、くそ、見失ったか。あの岩の後ろ、見つけたぞ。観念するんだな。おお、出てきたよ、なんかすっげーの出てきたよ。行きましょう。待って待って、あ、そして MP が足りなくなっている、やばい。さあ行きましょう。何こいつ、色人カエルじゃない、ただのカエルじゃないの。違う、ドドンドトンね、ドトン、やっぱ忍者じゃん。まあいいや、行ってみましょう。ってことは意外に、お、お、攻撃力が上がった。ライトン、こいつは忍者か、まさか忍者なのか。まあいいだろう、俺が効率化してやるよ。ダイヤモンドダスト食らえ。お、結構いった。よし、
これでとどめだ。地獄の火炎効くのかな。お、効いた。やったね。意外に楽勝でしたね。お、いっぱいもらった。なんだ今のやつ、てんでって答えがなかったな。時間稼ぎさ、あいつが逃げるためのね。あいつ、俺たちをつけてきたあの影さ。アジマにはその昔あんな連中がいたようだ。あんな連中、侍の影となり暗躍し情報を集める、今でいうスパイって連中だ。まあ暗人ってことだな、きっと。それって忍者？まだ存在するならな。今いなかった？さっき幽霊船だけじゃなく忍者まで払われるなんて。それだけじゃない、エルフに次はドワーフだ。さあアガルト砦に向かうぞ。ということで、これがカビャッコかな。はい、ってことでバトルクリア。さあ報酬何がもらえるかな。マテリアが欲しいところです。マテリアじゃないね、召喚石結構間違えるよね。あの、自分結構セブンが好きで、いつもマテリアって言っちゃう癖がある。よし。謎の影クリア。次、アガルト砦でですね。さあ、どうなることやら。さあ、行きましょう。ドワーフを探してスタート。お、なるほど。はい、ということで選びました、レインアロー。なんかちょっと特殊な原石なのでね、ちょっとそれを使っていきたいと思います。ここが昔ドワーフがいたっていうアガルト砦か。まるで遺跡だけど、まだいるのかな。さあ行きましょう。おっと、なんだこの黄色いプリン、イエロープリン。いやー、なんかそのままカスタードクリーム乗せて食べたら美味しそうなんじゃないけどなんかグネグネしてるのがすごい気持ち悪い。そして多分あれですね、プリンは意外とね物理攻撃が強いっていうのでね、結構厄介だったりします。痛い、毒の牙、毒食らった。さあちょっとオートで見てみましょうか。お、いけるね結構。さあランドタートルはどうだ。結構硬いね、うんやばい、ランドタートル強いぞ。痛い、ちょっと待った、エモが死にかけてる。待って、エモが死にかけてるよ。ダメダメ、オートバトルちょっと休止。 OK、 ちょっとエモ回復させましょう。エモ回復して、よし、オッケー。で、毒も回復した。ラッキー。よし、地獄の火炎でとどめでしょう。どうだ？オッケー。いいぞ、いい感じ。さあ、次行きましょう。バトル4。レインアローを使ってみようかな。お。あ、けど結構あれですね。じゃあ、ここはみんな戦いましょう。そしてすいません、今気づきました、若干音ずれしますね、すいません。さあ、オッケー。でかい、なんだこやつ、グランドタートル。あ、使えない、レインアロー行こう。ちなみに土系だからまだまだだな。じゃあストライク、オッケー。でからのブリタドからのファイヤー、それでどうだ。全然硬いぞこいつ、全然硬いぞこいつ。
さあ、じゃあレインヤローでもう一回決めましょう。 OK から、え、地震いった。結構食らう。そしてじゃあここはチョコボキックを見ましょうか。どうだ？ OK、 これでとどめじゃないか。じゃあさあ行きましょう。ストライク3、これでとどめだ。やりました。誰この人？に、人間ラリ。いたいた、君、ドワーフだろ？出ていけ、人間と話すことは何もないラリ。大丈夫、ラリ。なんで語尾にラリつけた？おい、ラリ。私もあなたと同じ、この世界とは違うみの人間とは違うみたい、ラリ。エモン、嘘はついてないみたい、ラリ。ならお前たちパライの話を知ってる、ラリ。パライ？昔、まだご先祖様たちが人間たちと争っていた頃らり、争いを嫌ったドワーフの戦士と人間の間に生まれたパライという男がいたらり、その男はドワーフにも人間にも認められず、たった一人で生きて一人のまま死んだらしいらり。一生一人で、俺もパライのように一人で死んでいくかと思ったらり、昨日までは。じゃあまた遊びに来るらり。やっぱり一人は寂しいらり。残念ながら幽霊船のことは関係なさそうだね。だな、はるばるアジマまで来たっていうのにな。ごめん。エモが気にすることないさ。お、なんかタツノコ話したぞ。アトモス？行けってことか。これは行けってことなのか。クロノスが呼んでるみたいだ。クロノスが？ああ、行ってみよう。はい、ということでクリアしました。さあ、アトモスが呼んでる、気になりますね。その前に何が当たるかな。おいしょ、どっこいしょ、ほいっさ。何も出ない。嘘だろ。はい、ということでクエストコンプリート。意外にドワーフって仲良くなれるんだね。はい、ということで次回はどこに向かうんだ。よいしょ。お、また時の狭間に向かうみたいです。まあ今回はここまでにしたいと思います。次回時の狭間で一体何が起きるのかお楽しみに。ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。青ライトでした。またね、バイバイ。